ひまか島は、三河湾に浮かぶり島。行政上は、愛知県千多郡南千田町に属し、全域が、三河湾国定公園に含まれる。2015年の国勢調査における人口は607世帯1896人だった。タコとフグの島という観光 PR を行っている。篠島や佐久島と合わせて、三河湾、三島、または、愛知三島などと呼ばれる。 地下半島、厚見半島まで1 0トル以内と距離的に近く、また本土との生活交流が活発なため、国土交通省による離島分類では内海本土近接型離島にあたる。ひまか島の周囲には西港の正面にあるネズミ島や門石などの続投があり、下瀬は環潮時のみ現れる。門石と下瀬は、 諸崎からの航路付近にあるため、島上に灯台が設置されている。ひまか島の北東部にも無数の浅瀬があり、佐久島との中間付近にある大磯にはやはり灯台が設置されている。南岸は150メートル沖合で、水深10メートル、東岸は350メートル沖合で、水深10メートルなのに対して北岸は浅く、1000メートル沖合で、水深20メートルである。 篠島との中間付近には、面積0.03平方キロメートルの地区三島があるが、地区三島は一般に、篠島の続投とされている。東岸の里中と西岸の西浜の二つの集落があり、里中は中とをどっちに、西浜は、新居と寺下と名トに分かれている。ひまか島は、全体がなだらかな丘陵地を形成しており、 島のほぼ中央に30.2メートルの最高標高地点がある。面積は0.77平方キロメートルであり、皇居の約半分である。ひまか島の森林面積は4%に過ぎず、面積の31%が森林の作島、面積の24%が森林の篠島と比べて森林に乏しい。下島とは違って比較的広い高地があり、 1960年代から1970年代にかけてオリーブ、吹き、梅などの栽培がなされたが、これらは定着していない。現在は、三河湾三島に、農業経営体は存在しない。厚み半島の天子山から望む、日韓ヶ島と対岸の千田半島三河湾、三島地域の気候は温暖であり、年平均気温は、摂氏16度前後である。 結氷や構想は少なく、降雪はほとんど見られないが、冬季には強い季節風が吹く。1970年代の都市平均降水量は 1310mm であり、2005年から2011年の平均が 1469mm だった、南千田町の本土や愛知県の平均と比べてやや少ない。江戸時代に描かれた日刊過去図には、 西里に120個余り、東里に150個余りが描かれた。江戸時代後期にまとめられた、美州巡行期による人口は938人だったが、1891年には1311人、1930年には1951人と、一世紀余りの間に人口が2倍以上に増加した。 その後も人口は増え続け、1955年の国勢調査では過去最高値の2788人を記録した。しかし、そこから減少に転じ、1960年の調査では2728人、1970年の調査では2622人、1980年の調査では2576人、1990年の 調査では2397人、2000年の調査では2221人、2010年の調査では2051人と年々減少幅を拡大させている。世帯数は1975年の調査で初めて600世帯を突破し、1990年調査の658世帯をピークとしながらも、2010年の調査でも630世帯を 維持している。2010年調査での高齢者人口比率は29.4%である。2000年の国勢調査による人口密度は2882人平方キロメートルであり、2位の池島、3位の篠島などを上回って日本の離島中最高だった。明治、大正、昭和にかけて、篠島より人口が少なかったが、戦後には、 篠島の人口減少が著しく、1990年の国勢調査では、ひまか島2397人、篠島2352人となり、2世紀以上ぶりに、篠島の人口を上回った。東港近くの日韓賀神社境内には7世紀から8世紀に、かけての古墳が14基あり、北地古墳群と呼ばれている。 ひまか島全体では35基の古墳があり、積水、釣り針、自家等末木などが出土している。古くから、厚見半島の福江との交流が活発で婚姻などが行われ、言語にも三河地方の文化の影響が見られる。奈良時代の文献には、三河国発群雛島という文字が見え、平城系にサメや黒台が調信されていた。江戸時代は、 終わり国地田群に属する終わり半領であり、篠島と共に、千賀市が支配した。漢分道町天保道町における村高は50国であり、休校給料漢分覚え書きでは93国余りだった。江戸時代も、やはり漁業が中心であり、この綿を名産とした。元六四年の地田群先税では、日韓が島を121層としており、 千田郡内で最も戦数の多い地域だった。1876年には本土の諸崎村や篠島村と合併して大鳥崎村となったが、1881年に再び三村に分離して単独でひまか島村となった。明治中期以後には漁業に加えて養産業が盛んとなった。1889年に町村制が施行されると、 千田群島かじま村として村瀬を敷いた。江戸時代までの漁業は三河湾内に限られていたが、明治時代以降には外海に飛び出して、ハエ縄漁を行うようになり、大正初期以降には漁船の動力船化が進んだ。1951年時点でも漁船の1、3は無動力船だったが、1965年には、 無動力船の割合は5%程度まで減少した。1957年には離島新広報の第7次指定地域となり、篠島、佐久島と共に、愛知三島という指定地域名が付けられた。1961年6月1日、内海町、豊浜町、諸崎町、篠島村、ひまか島村の本土山頂と、 離島に村が合併して南千田町となった。1958年4月には三河湾国定公園に指定され、1991年には三河湾地域リゾート整備構想の重点整備地区に指定されている。平成の大合併の際には南千田町、三浜町の二,二合併協議会が設置されたが、南セントレア市という新市名候補に、両町の住民が、 拒否反応を示して合併自体が不成立となった。2011年9月から12月にかけて愛知の離島80日間チャレンジという離島観光振興キャンペーンが行われた。ひまかじまには27歳の女性アマチュア歌手が80日間滞在し、ひまかじまのテーマソングを制作するなどの活動を行った。2012年10月には 作党に滞在したイラストレーターによって、各党のゆるキャラがデザインされ、特産のタコをモチーフにした、だ、コミちゃんが、お披露目された。南千田町立日韓が小学校1873年には、大工院に、名宝学校が創設され、1877年には、日韓が学校と、1887年には、簡易小学日韓管が学校と、 1891年には、日韓が尋常小学校と改称された。1911年には、現在地に移転し、1925年には、日韓が尋常高等小学校と、1941年には、日韓が国民学校と改称された。1947年には、日韓が島村立日韓が中学校が創設され、小学校は、 日韓が島村立日韓が小学校と改称された。2012年には日韓が小学校に58人、日韓が中学校に67人の児童生徒が通っている。1980年には愛知県立内海高校ひまかじま文校が開校し、島内の中学生の高校進学率が急上昇した。1987年には96人もの生徒が 在籍していたが、海上交通の整備によって1990年代後半に生徒数が急減し、2001年に閉校となった。21年間で421人の卒業生がおり、最終年度となった2000年には2人の生徒が通っていた。篠島にあった内海高校篠島分校も2004年に閉校となり、三河湾三島から高校はなくなった。 愛知県では、全日制高校普通科で、学区制を敷いており、南千田町に属するひまか島から進学可能な、高校普通科は、本来ならば、終わり学区所属の高校に限られるが、愛知県下全域の普通科高校に進学可能な、特例が設けられている。東港の乗船場、名鉄会場観光船が、千田半島や厚見半島と篠島港の間に、 高速船とカーフェリーを運行している。南千田町の諸崎港とひまか島東港、ひまか島西港、篠島港を結ぶ定期高速船は、諸崎篠島じ間ひまかじ諸崎の順に巡り、諸崎港からひまか島ままで約15分である。同じ三河湾にある佐久島との間には定期航路が存在しないが、海上タクシーなどで行き来することができる。名鉄が、 三河湾の離島航路に参入したのは1937年であり、1979年には高速船が就航した。道路舗装率は85.5%であり、愛知県下の市町村道の舗装率87.1%に遜色ない。2010年の人口2051人に対して、2011年時点で1427台の 自動車が登録されており、内訳は、原動機付き自転車が814台、軽自動車が588台などである。東港近くには、三河湾三島で、初の信号がある。定期バス路線はないが、夏季限定の無料島内巡回バスが運行されている。2020年1月25から27日には、自動運転バスの実証実験が行われた。 大和運輸は本土の諸崎港からトラックをカーフェリーに乗せてひまか島と下島に輸送して周廃を行っている水産業と観光業が経済の中心であり水産業はイカナゴやシラスなどの漁船漁業、海苔などの養殖業、水産加工業などを行っている2011年の観光客数は約25万3000人であり内訳は 海水浴客が約2万3000人、釣り客が約9万人、その他が約14万人であるが、1991年の観光客数約43万人から大きく減少している。島には1999年に酒屋から模様替えして開店した島でただ一つのコンビニモンマートマトが存在する。1989年には、 九州近海で、フグが不良となったのを機に、フグの島としてアピールし、1996年に名古屋鉄道が、ひまかじまフグ尽くしプランツアーを売り出してから、フグの島というイメージが定着した。2006年には、愛知県が、トラフグの漁獲量全国1位となり、愛知県は、特に12月までの漁獲量が多い。1995年からは、 本土の南地下ビーチランドからイルカを借り出して、ひまかじまの海水浴場で泳がせ、イルカの島というアピールも行っている。夏場のタコ、冬場のフグを観光の目玉にしており、海水浴客や釣り客も多い。安楽寺の別道にはタコ阿弥陀が鎮座しており、ひまかじまは古くからタコとの縁が深かったが、1980年代半ばに、 タコの島というアピールを始めた。東西の港前にはタコのオブジェがあり、タコがデザインされたマンホールの蓋など、島内の至るところにタコをモチーフにしたものがある。1989年には、サメ漁やタコ漁に用いられる漁具などを展示する、ひまかじま資料館が開館した。2012年には新築移転された、ひまかじま駐在所の外観がタコに似せられ、 赤く塗られた建物が観光スポットの一つとなっている。東里にある安楽寺は、聖観音を本尊とする、曹桃州の寺院である。もともとは、天台宗の寺院だったが、慶安4年に、曹桃州に改められた。別道には、タコ阿弥陀と呼ばれる、阿弥陀如来像があり、大田湖に抱かれたまま、海から引き上げられたとされる、大埋仏が、住民に信仰されている。 西里にある、長新寺は、小安観音を本尊とする、総統州の寺院であり、大英年間に創建された。同じく総統州のドンカインは元気元年の、改装であり、本尊の具法大師像は鯖を抱いている。新言州の太古院は、天正十五年の改装であり、千田市国礼城の一つである。日韓賀神社はかつて、八王子社と呼ばれていた。 欧永19年に、篠島の神明神社を誕生した際に、八王子神明宮と改称し、1871年に、元明称となった。ありがとうございます。